フランソワーズ・ド・フォアは、フランス王・フランソワ一世の愛称。シャットオブリアン白爵夫人として知られる。ロートレックシシャクジャン・ド・フォアと、妻ジャン・ヌ・デディーの娘として生まれた。祖父、ピエール・ド・フォアの兄は、フォア・ハク・ガストに四世である。フランソワーズは、シャルル八世及び、ルイ十二世の王妃、アンヌ・ド・ブルターニュの、また十枚にあたり、アンヌの宮廷で育てられた。 1505年にシャットブリアン・ハクジャン・ドラバルと婚約し、1509年に結婚した。長身で黒髪の美女で、ラテン語とイタリア語を話し、詩を書く才女であったという。1518年頃、夫が軍の指揮官として、不在の間にフランス王は一世紀の愛称となった。それをきっかけに、夫と暮らした家から宮廷に住まいを移した。 王の長愛ぶりは、フランソワーズの兄弟演者を昇進させるだけでなく、王太子、フランソワーの洗礼式には、シャトーブリアン白夫妻を王家の姫たちの次の行為に劣したほどであった。彼女は、政治的な場にほとんど姿を現さなかったが、公めかけとして、地位を高めるフランソワーズの皇宮ぶりが、ホワケを嫌うオーボルイーズを非常に失望させた。フランソワーズは、王妃、 クロードの助官となった。10年近く王の愛称であったフランソワーズの絶頂期は1525年にフランソワ一世がパビアの戦いで敗北し、囚われのみとなり、スペインのマドリードに装置、拘束されたことで終わる。その後フランスへ帰国した王は若くブロンドの髪をしたアンヌ・ド・ピスルー・デイリーに夢中になった。 二人の愛称は王をめぐって二年もの間長愛を争ったが、劣勢を悟ったフランソワーズは1528年に身を引いてシャトーブリアンへ戻った。シャトーブリアンへ戻ったフランソワーズは、ブルターニュ知事である夫ジャンと暮らした。彼女は王と手紙のやりとりを続け、王が夫妻の元を訪ねたことが何度もあった。最後に王が夫妻を訪問したのは1532年で、 同年5月にジャンが建てた新しい城に宿泊したという。フランソワーズは1537年10月に死んだ。夫ジャンに殺されたという噂があったが、死因は病死だった。ジャンは1543年2月に死んだが、公認の知事はジャンセ世ドブロスだった。ありがとうございます。